第1回、1999年12月8日、夜明けにあなたのところに誰かが来て、ご存知でしょう。死刑は人間に固有なものなのですよ、と言うとしたならば、そのものに対して何と応答するか。私であれば、まずは次のように、あまりの素朴さで応答したいと思うところです。はい、あなたに理があります、と。それが神に固有なものだというのでもない限りは、もしくはそれが神に固有だろうと人間に固有だろうと、つまりは同じことになるというのでもない限りはです。ついで私はその誘惑に対してまた別の誘惑の力によって、というか対抗的誘惑をもってして抵抗し、よくよく小説の上、あまりの素早さで応答するということはせずに起き、そのものが幾日も幾晩も待つに任せたいと思うところです。夜明けまでです。今は夜明けです。私たちは夜明けにいる。夜明けの最初の光の中にいる。夜明けの白さの中にいる。始める前に始めましょう。私たちであれば始めるというところです。私たちであれば始まりの前に始めるふりをすることで始めるというところです。まるですでに私たちが終わりを遅らせたがっているかというようにです。というのも今年度私たちが死刑とともに話そうとしているのは終わりについてだからです。一つの終わりについてですが、それは審判によって決定される終わり、司法の判決によって停止のもたらされる終わりです。その決定される終わりについて、私たちは決然と終わりなく話そうとしていますが、それは他者によって決定される終わりです。必ずしも全ての終わり、全ての死がアプリよりにそうである。他者によって決定されるというわけではない。少なくともここで決定一般に関して、決定の本質に関して、それが他者によってとは他の仕方で、設定されると想定すればです。そして私たちが話す用意をしているのは党の決定の方、死刑の方が決定の原型自体だというのではないというと想定すればです。つまり自分のものである決定、自分のための決定、自分に固有の決定を誰もが行うのだとすれば、想定すればです。このことに関しては私はこれまでしばしば疑念を口にしてきました。もしかすると一権力の主権的決定としての死刑は何よりもまず、主権的決定が常に他者のものだということを私たちに想起させるものなのかもしれません。それが他者から来るものだということです。だから私たちが始めるふりをするのは終わりの後にではない。死刑の終わりの後にではないということになります。死刑は今日、世界の中でも限られた数の国民国家においてしか廃止されていない。その数は増えているけれども、まだ限られている。10年前には過半数に達していなかったのが58カ国です。今日では過半数をわずかに超えている。私たちが始めるふりをするのは始まりの前、前日、夜明け、早朝だということになります。まるで私がいささかパトスに訴える仕方で、しかし誰が死刑についてパトスに訴えるのではないようなセミナールをあえて行おうとするものでしょうか。まるで私が故意にパトスを訴える仕方で始めるよりも前に、自分と共に皆さんを夜明けへと導くこと、もしくは夜明けに引き止めることから始めたいというかのようにです。その夜明けとは監獄の早朝、世界中のあらゆる交流施設の早朝です。そこでは死刑囚が主権的恩赦を人が告知に死に来るのを待っている。この恩赦について私たちは昨年度しばしば許しをめぐって話しました。もしくは彼らは連れて行かれるのを待っている。そこにはほぼ常に司祭が一人いる。この点については力説します。というのも私が特に今日話すことにしているのは政治神学のこと、死刑の宗教のこと、死刑に常に厳然している宗教のこと、宗教としての死刑のことだからです。そう、彼らは合法的致死装置の一つへと連れて行かれるのを待っている。それらの合法的致死装置は、非常に数多くあるものですが、それらは技術の歴史としての人類史を通じて、人間が巧妙に発明してきたものです。極刑と言われる刑罰を施すための技術の歴史は、警察技術、戦争技術、軍事技術の歴史であるけれども、それはまた医学技術、外科技術、麻酔技術の歴史でもある。それはご存知の残酷さを伴っています。それは常に同じ残酷さではあるけれども、とはいえそれが屠殺という最大の粗暴さから
最も盗作的な洗練に至ることがあるもの、最も血生臭い、もしくは最も燃え盛る体罰、体型から、最も否認された、最も仮面を付された、最も不可視的な、最も崇高に機械化された体型に至ることがあるものだということはご存知でしょう。その不可視性や否認はといえば、いかなる場合にせよ決して、演劇的な派手な、さらには摂取症的な機械設備の一部品以外のものではない。定義からして、本質からして、使命からし、宿命からして、合法的知識にとって、適用される試験にとって、不可視性は決してなかったということになる。原則からして、その試験の審判にとっては、秘密の執行、不可視的な執行は決してなかった。スペクタクルが、見物人が必須なのです。統一国家、ポリスは、政治全体は、共同市民権は、共同市民権全自体であれ、その表彰を通じてメディア化されている等のものであれ、雑誌や実証するのでなければならない。それは死が与えられた、もしくは課されたということを公的に証拠立てるのでなければならない。それは受刑者が死ぬところを見るのでなければならない。国家は受刑者が死ぬところを見るのでなければならないし、死ぬところを見ることを欲している。そもそもこの時点においてこそ、つまり国家なし国民国家となった人民が、受刑者の死ぬところを見る瞬間においてこそ、党の人民は自らを最もよく目にするのです。人民が自らを最もよく目にするというのは、つまり党の人民が自らの絶対的主権を明記しと意識するということ、自分がおのずと見えるということです。フランス語では、彼は自らを目にするは、彼は自分を見られるに任せる。彼は自分を見えさせるという意味になり得ますが、その意味でということです。国家もしくは人民もしくは共同体、国家という継承を取る国民国家主権が、公訴もなく、恩赦もない審判の執行を、つまり執行を自分で見る者、摂取者になるという時以上に、自分の自らの創設的結集において、可視的になることもありえません。というのも、この証拠立て、執行の承認、自らの承認、自らの主権の承認、自らの全能性の承認である国家、この主権立ては視覚的なもの、つまり目に関するものでなければならないからです。この証拠立ては光景なし、光なしでは決してうまくいかない。それが自然光であろうと、人工的な光であろうとです。歴史上ではここに火の光が付け加わることもありえました。その火も常に火器による銃撃の火だったわけではないし、それだけではない。それは常に執行の一段によって銃殺される受刑者の被る火、もしくは同じに銃弾を一発だけ受ける受刑者の被る火だったというわけではないし、それだけではない。それはまた時には薪の火事ということもあった。私たちはまだ始めていません。何も始まっていません。早朝にいます。これは夜明けですが、何の夜明けかはわからない。生の夜明けか、死の夜明けか、恩赦の夜明けか、執行の夜明けか、死刑廃止の夜明けか、死刑の遂行でもある死刑存置の夜明けか、このセミナルを通じて私たちが何を考え、言うにせよ、考えなければなりません。私たちは絶えず執行と呼ばれるものの早朝のことを考えなければならなくなります。心と想像力を持って、身体を持ってそこへと向かうことによってです。最後の日の夜明けとです。つまりこれは夜明けです。明け物、ごくかすかな明け物です。終わりの前、始まるよりさえ前に、トロワクーの前に役者たちと場所は準備が済んでおり、始めるべき私たちを待っています。昨年度私たちは劇場で演ずることなく遊びました。私たちは4人の男を舞台にかける遊びをするふりをしました。可能な限り演劇的ではない仕方でです。私たちが舞台にかけたのは4人の男、国家人、というか国家思想家、国家ないし教会の人間、国家ないし教会の、もしくはその両方の思想家でした。ヘーゲル、マンデラ、トゥトゥ、クリントンという近代の4人のプロテスタントの男たちです。女性は一人もおらず、カトリックの者はおらず、正教徒やユダヤ人やムスリムはいない。さて、演劇という問いは、さらに一層私たちの注意を引き止めていくに違いありません。それも許しの光景のない光景においては、他の仕方で私たちの注意を引き止めていくに違いない。だから今年度も同様に始める前に、一方の死刑と他方の合法的であるがゆえに、公的でなければならない知識に結びついているスペクタクル、
上演、本質的折衝、この両者の間の諸関係の歴史、この極刑の演劇の歴史は、それだけで1年度分のセミナリオに値するでしょうし、私たちはこれに多くの関心を払うことになります。これに私たちが寄せる関心はどれほど多大であれ、決して十分ではないとはいえです。さて、私は今年度もまた始まる前に幾人かの人物を呼び出し、召喚し、蘇らせることから始めることになります。それらの偉大な登場人物、偉大な人物たちを私たちに絶えず付き添うことになります。私たちが彼らを名指そうが、名指すまいが、私たちに彼らが見えようが見えまいがです。彼らはやはり4人となります。彼らのうちにはもはやプロテスタントはいなくなります。彼ら、彼女らはやはり4人となります。それが彼女らだというのも、今度は死刑に関するこの審理における清算の一つを想起させるべく、一人の女性がやってくることになるからです。昨年度、私の頭蓋骨の国の作者、アンキー・クロッホの南アフリカ、審理と和解委員会の前で証言する、もしくは証言できない女性たちの南アフリカから私たちが立てていた問い、というか引用していた問いのことを想起してください。審理にはジェンダーがあるのか、さらにまたある章の題は、審理は女性であるとなっていました。今年度、その男性及び女性の登場人物となるのは何か、誰か、それはもちろん死刑囚、もしくは死刑に付き添うものです。私たちの歴史、ギリシャ・アブラハム的な西洋の歴史の偉大な死刑囚の合唱団です。その死刑囚たちは、後継を通じて、可視性と時間を通じて、自らの知識の持続を通じて、死刑と呼ばれるもののまさしく政治神学的な意味を図示し、基礎づけた死刑囚たちです。国家はその都度、強権的ないし宗教的な権力に結合されています。その結合の様々なあり方は研究すべきですが、その国家がこの審判を懸命し、この偉大な死刑囚たちに執行したということになります。つまり、やはり4人ですが、それはつまり、私はある時点で彼らを一人ずつ、それぞれ名指すことにします。まずはソクラテスでした。4人のうちの第一の人物です。ご存知でしょうが、立ち返っておくことにします。ソクラテスはまず都市国家の神々を信ぜず、新たな神々をその代わりに置くことで、若者を腐敗させたと言って非難された。まるで、また別の宗教を創設するという作為、新たな人間を考えるという作為があったかというようにです。ソクラテスの弁明とクリトンを読み直してください。本質的に宗教的な告訴が国家権力によって引き受けられているところが見て取れるでしょう。その結果、国家権力とはポリスの権力、政治的な信仰のこと、恐ろしい曖昧さをもって執行権力としての主権的権力と呼び得るような党のもののことです。このことをソクラテスの弁明ははっきりと口にしています。いわくソクラテスに対して発せられた告訴は、彼が若者を腐敗させるという覚悟をなすこと、そのようにして有罪であること、不正を犯すということをしたことによっている。告訴はまた、都市国家の神々を崇めること、都市国家によって崇められている神々を崇めることをやめたということによる、もしくはそのことを咎とするものです。それはまたとりわけ、その神々の代わりに置いたのが単に新たな神々であったわけではないということによっています。翻訳はしばしばそのように、代わりに置かれたのは新たな神々だと言っていますが、そうではなく、コクスは他の新たな魔物を置いたことによっているのです。魔物とはおそらくは神々、もろもろの神様ではあろうけれども、時には貝の神々や蘇る幽霊、死者の魂だということもあり得ます。ホメロスにおいてはそうであるようです。ソクラテスの弁明の文言は、神々と魔物を区別しています。ソクラテスは都市国家の神々を崇めず、他の新たな魔物を導入した。国祖は内容においては宗教的なもの、神学的なもの、釈義的でさえあるものだということです。ソクラテスは異端、冒涜、特進、非正当ということで被告訴されています。彼は神々を取り違い間違えている。というより神々に関して他の者たちを、若者を欺いている。彼は神々について思い違いをし、都市国家の神々について侮蔑や思い違いを生んだ。この告訴は、この訴因は宗教的本質を持つ、この告訴はいつもながら、主権者としての国家権力によって引き受けられています。この怪奇的な
常に回帰的な分節化に私たちは規則的に関心を寄せることにします。その国家権力の主権は、それ自体、幻影的、神格的な本質のものであって、我々主権と同じく市民に対する政策与奪権に、その印を見て取ることができます。市民に対する政策与奪権に、決定する権力に、法をなす権力に、判決を下す権力に、秩序の執行を行うのと同時に、受刑者に執行を行う権力にです。死刑を廃止した国民国家においてさえ、その死刑廃止は、例えば戦争における殺害権の廃止とはいささかも効果ではないのであって、死刑を廃止した民主主義的近代の国民国家も、市民の性に対する主権的権利を保持しています。その国民国家は市民を戦争に送って殺させたり、殺し合わせたりすることができる。市民の送られるその空間は、死刑が維持されたり廃止されたりし得る内部の合法性の空間とは、民法の空間とは、ラディカルに無縁なところです。ソクラテスとプラトンの方へ一瞬立ち返るため、国家によって改めて引き受けられた訴因、控訴、糾弾、犯罪化、基礎の持つ根本的に宗教的な性格の方へと立ち返るために、プラトンの法律を参照していただきます。プラトンは不敬刑という事例、しつこい不敬刑の類犯という事例では死刑は正当化されるとしているのです。法律のこの長い情念をかき立てる数ページ、第10巻を皆さんには細かくお読みいただければと思います。不敬刑の者は自らをあがなって敬虔な生活へと改心しなければならないということ、またその者が改心せず言葉や行為でも不敬刑を表明している場合には、その証人となった者は誰であれ、党の者を行政官に告発しなければならないということを、都市国家は、ポリスは万人に対して告知しなければならない。行政官はその不敬虔な者を適して法廷へと召喚することになる。ついで様々なタイプの不敬虔の描写がなされます。私たちのセミナリオの主題ゆえに注記しておきますが、その中には、制限に、対する不敬も含まれています。ついで監獄ないし強制施設を3つのタイプに分ける分類がなされる。こうしたことは皆さんにはそれぞれ一人でお読みいただければと思います。とはいえ、この長く豊かな施設に対して私はただ2、3の指標を注記しておきます。1、第1の指標。この夜明けという時期に肯定すべく私が注記するのは、懲罰の描写の中で次のように言われていることです。囚人は市民のいかなる面会も受けれないであろう。例外は夜間会議という会議の船員たちによる面会だけである。夜間会議の何たるかを知りたければ、私がこれを想起させるのは夜明けと宗教のゆえであり、すぐにそれは諸宗教の夜明けのゆえにとなります。神々の薄命のゆえにとまでは言わずともです。当該の夜間会議がプラトンによって最初に定義されている箇所をご覧になることです。それは、今しがた引用した箇所、法律第10巻のことではありません。そこでは夜間会議という名は出てきますが、名が出てくるだけです。そうではなく、アテナイ人プラトンはさらにその先で、法律第12巻、この夜間会議を描写しているのです。結集の場としてのこの夜の会議は、若者も老人も入り混じっている会合であって、引用しますが、毎日夜明けと日の出の間に開かれることを義務とするだろう。第12巻。この会議はシナゴーグでもないし、サンヘドリンでもありません。最高裁判所でもあったこの国民最高会議、サンヘドリンはイエスを断罪した最高裁判所です。そのことについてはまたお話しすることにします。しかし会議には司祭たちが含まれています。司祭たちの中でも、これは文字通り異界です。つまり支配する司祭たちからなる階級、聖なる権威です。最高の検証を受けた者たちです。次いで法の番人たちから最年長の10人が入ります。最後に若者の教育を引き受けている教育大臣が全員入ります。これには現職の者も、過去にその任をについた者も全て含まれます。今日のフランスでこの夜間会議と10日のものを想像してください。ユスティジェ、大ラビ、大ムフティ、アレーグル、その前任者たち、その他一同。というわけで、この大会議、この教育的、宗教的大会議は夜明けに会合を行う。この会議だけが囚人に面会する資格を持っている。これが第一の仕様です。
第2の指標、この会議は、外国で他の国々の人倫や法を研究して戻ってくる視察員、顧問、観察員、専門家と面会します。その戻ってくる者たちの中にダメになってしまった、腐敗してしまった者がいて、その者が自分の誤った賢明さを誇示し続け、外国のモデルをデタラメに参照し続けて、行政官に服従しない場合、その者の教育と立法の諸問題に関する違法な干渉を法廷が立証すると、その者は死ぬべしだとされる。外国の名において、若者の養成や法の形成において、過去ある介入を行っていることが法廷で立証されると、その者は死刑になる。この夜間会議の定義、及びその演劇的光景に関しては以上です。この会議は生死について決定することができ、この会議だけが囚人に面会することができる。法律12巻ではこの夜明けの会議のありよう、権威、権限がこのように定義付けされていますが、そこから出発点として第10巻へと立ち返ると、そこにはあらゆる刑罰の埋挙、拘禁方法、拘禁施設の埋挙が見出されます。その中にあるのが死刑への正当化の付与です。例えば神々や犠牲や制限について、ぶしつけな発言をしたもの、腐敗し得る神々に対する信を持つように人々を勇気づけたもの、つまりは不敬刑である、非宗教的であるという犯罪で有罪となった者がいる場合、そのものは強制施設に閉じ込められます。それがソープロステリオンですが、これは文字通りには賢明化の場です。賢明化の場としての強制なし調教施設を、賢明さを獲得なし回復するというされる場です。この賢明さは、さらに明確な意味では、節度、節制、自制ということ、精神なし心の健康ということです。監視されて再び賢明になるというわけですが、その賢明さの指す意味は、フランス語で賢明なという単語に与えられているのと同じ意味です。賢明な子供というのは想像しくない。知り続けられた子供のことです。ソープロニス、ニステリオンは、キリスト的施設です。少なくとも5年閉じ込められる。その間、市民は一人も罪人に面会できない。例外は夜間会議の船員たちです。彼らは罪人に説諭すべき面会にやってくるけれども、以下が重要な点ですが、それは罪人の魂を救うため、救済のためなのです。この救済的機能は本質的なものです。受刑者の魂を改め、救い、立ち直らせてやるのでなければならない。この救済論的使命、救済ないし救出の作業は、規定上夜間会議へと託され割り当てられている。ソープロニステリオン、強制施設、賢明化施設に面会に行く権利を持つ唯一の存在である彼らへとです。もしここで私たちはすでに許して介護という私たちのテーマをここに改めて見出します。この旧サイロン的な試みの後、受刑者が自分で自分を救うならば、もし介護し、悔い改めて再び賢明になったならば、立ち直ったならば、彼は徳高き人々の間で生きる権利を持つことになる。そうではなく、同じ断罪を二度にわたって受けた場合、累犯に及んで介護しない場合は、死をもって処罰される。介護しない心を改めないということは、許し得ないということであって、許し得ないもの、償い得ないものに対する制裁は死刑である。償い得ないものの償いということです。しかし私がすでに強調したいことがあります。というのもそのことは私たちの小説を組織するテーマとなるものだからです。私が強調したいのは死刑は合法的な、正当な断罪であって、殺害や法外の致死や、いわば誤殺といったものと区別されているということです。死刑は受刑者は法権利の主体として、法の主体として、人間として、このようなことから想定し続けられる尊厳をもって扱うという点で、そのようなものとは区別されている。ここでは、カントや他の多くの人々に至るまで私たちが見出していくことになる論理、優れてカントに見出される論理によって死刑に達することができるということは、人間的理性の尊厳に達することができるということだとされている。獣たちとは異なる人間の尊厳、自然的な性を凌駕する法の主体である人間の尊厳に達することができるということです。この論理において、この会議のロゴスにおいて死刑が人間に固有なものに達することができるということを、
理性の尊厳、もしくはロゴスと人間のノモスの尊厳に達することができるということを印づけるものとなっているのはそのためです。このようなことはすべて死を含めて、諸法の合成、ロゴスとノモスを証拠立てるものであって、自然的ないし、重的な野生性を証拠立てるものではないとされます。したがって死刑囚は生を奪われるとしてさえ、生命権を奪われるとしてさえ、法権利への権利を持っている。しかじかのあり方で名誉は埋葬への権利を持っている。この論理、この不明瞭な三段論法、この夜間会議の、この夜間の会議の三段論法は、死刑を宣告されることよりも、さらに悪いことがあるからです。獣のような罪人の場合、もはや人間ではない罪人の場合、もはや死刑を宣告される権利、埋葬される権利、夜間会議の面会を受ける権利も持たない罪人の場合がそれです。ここでは法律第10巻の並外れた一節を読むだけで良しとするのが良いでしょう。それは死刑の参照がなされている箇所の直後にあたります。死刑は介護しない者たちの受けるべき刑罰、立ち直らない者たちに割り当てられた刑罰、強制し得ない、許し得ないものであり続ける者たちに取り置かれた刑罰です。私が読むことにする一節に、皆さんは極刑よりもさらに悪いものがあるのを発見することになります。それは死刑よりさらに非人間的、無人間的なものであるがゆえに、一層恐怖をもたらす懲罰です。死刑の方は依然として理性と法に関わるもの、理性と法、ロゴスとノモスにふさわしいものであり続けています。死刑よりさらに悪いとされるものと区別する判断基準、悪とより一層の悪との間のを確定する線はというと、それらが規定されるのは死に先立つものにおいてではなく、死の瞬間においてでもありません。死自体という出来事の現在においてではない。死においてではない。そうではなく死骸において、死に引き続いて死骸に起こることにおいてです。というのもここでは、埋葬への権利こそが人間と獣の間の違いを示し続けているからです。依然として埋葬への権利を人間の名誉を持ってはいる死刑囚である人間と、人間の何さえ値しないもの、死刑にさえ値しないものの間の違いです。私はこの点を強調しておきます。というのも死刑というのは人間の尊厳に達することができるということの印なのだ。自らの権利によって生を凌駕すること、獣たちにはできないことができるのでなければならない。人間に固有なものに達することができるということの印なのだ。とするこの考え。人間の法、尊厳、高貴さといっても良いところですが、その条件としての死刑というこの考えを、私たちは後でカントの議論立てにおいて、彼が死刑を正当化するとき、彼が死刑を法権利の最終的正当化、正義や法権利の最終的正当化とみなしさえするときに、改めて見出すことになるからです。死刑を排除するような体系には、人間的な法権利や正義がないとされます。法律第10巻。そのような区別がなされた上で裁判官は無分別によって操られてはいても、実質や性格が悪いわけではない者たちに、法に従って少なくとも5年の刑を宣告し、強制施設に入れることになる。その間、市民は一人もその者たちに面会してはならない。ただ、夜間会議の成員たちだけが、節油のため、魂の救済のために会いに来ることになる。監獄に収容される期間が終わりを迎えると、彼らの中で悔い改めに立ち戻ったと思われる者は、徳高き人々の間で生きる権利を持つことになる。そのようにならず、同じ刑の宣告を再び受ける者は、死をもって処罰される。それに対して野獣にも等しいような者たち、神々の存在を否定したり、神々を怠慢だとか腐敗し得る存在だとか信ずるにとどまらず、人間を侮蔑し、死者の魂、霊を呼び出すことができると称し、犠牲や祈りや呪文でも魔法にかけて神々をさえ誘惑してみせようと約束するなどして、多くの聖者たちの精神をたぶらかす者たち、金銭のために個人や家族全体で都市国家全体を丸ごと壊滅させようと努める者たち、このような犯罪を犯したと認められた者たちについては、法廷は法に従って、そのものを中央監獄に拘禁すべく刑を宣告することになる。自由人は一人もこの者に面会することはできず、誤報官によってその者の食料と定められたものが奴隷によって給仕される。
そのものは死ぬと国境とに埋葬なしで投げ捨てられる。そのものを埋葬しようと手を貸す自由人は、その自由人に対して裁判を起こしたいと欲する者によって、不経験の咎で訴追することができる。そのものが市民として生きることのできる子供を残している場合には、父が刑を宣告された当日から、孤児後見人がその子供を真の孤児とみなし、他の孤児と同じように面倒を見る。今、冒頭からしてソクラテスの例を引いたこの機会に一度き、大々的な明白事をいくつか想起させることをお許しください。特にそのうちでも最も大手であるものの、外見上は最も素材に見えるものを2つ想起させておきたいと思います。その2つの明白事はしばらくの間私を引き止めることになるでしょうが、次のことは忘れないでください。すなわち私たちがその長い回り道をするのは、私たちの模範的なプロトタイプ的な4人の登場人物のうちの第一の人物にあたるソクラテスの事例の機会において、その余白においてだということです。私たちはこの後他の3人の模範的死刑囚が来たるに任せる、もしくは戻ってくるに任せることになります。ではその2つの大々的な明白事とはどのようなものか。一方で普遍的死刑者足のための長らく行われ数十年に単次世界大戦の終わりから加速されている進行中の闘争、それらの闘争を私たちは大筋で国際法という区切りを持って辿って研究することにしています。それらの闘争はしばしば国際的共同体による普遍的な宣言や勧告という形を取ってきたからです。廃止論に基づくそれらの闘争は戦時におけるような致死や殺し一般には関わっておらず、主権的と想定される国民国家の国内政治の法的装置としての死刑だけに関わっています。戦争が宣明されている状況であれば、死刑を廃止した国にとってさえ、外国人である敵を殺すことは合法的です。この点に関しては敵、外国人、戦争状態、内戦にせよ、そうでない戦争にせよ、を定義づけるのは何なのかと、自問しなければならないことになります。それらの判断基準はこれまで常に規定が困難だったし、ますます困難になっています。他方で第二に依然として限られた数の国で見られる狭い意味での死刑を法的に廃止するという最近の限定的ないくつかの現象に至るまで、アブラハム的な文化に関する属する国民国家が、つまり国家宗教や公式の憲法に規定のある宗教であるにせよ、単に市民社会において支配的な宗教であるにせよ、アブラハム的な宗教、ユダヤ教かキリスト教かイスラムかが支配的となっている国民国家が、廃止論の課金の固定的ないくつかの現象に至るまで、死刑と第6回、お前は殺してはならないとか互いに矛盾するものであると、よりみなしてきたというわけではありません。この第6回についてレヴィナスは、これは一覧では第6だが、第一のものであって、これは倫理の根本的戒律にして倫理の原基礎であり、倫理の本質自体にして、私に対して顔の意味する第一の意味であると言っています。アブラハム的な文化に属するこれらの国民国家が、このお前は殺してはならない、つまり外見上はこの絶対的生命権、死を与えることへのこの禁止と死刑とが矛盾するものだとより見なしてきたわけではない。神自身からしてそのように、出エジプト記第20章、第1から17節、お前は殺してはならないと規定した後で、裁きと訳されているものをイスラエルの息子たち、ユダヤのために向かって改陳せよとモーセに命令するとき、本当はそこに矛盾があるとは見なしていなかったかのようです。10回のすぐ後で当該の裁きは特に何と言っているのか。要するに、当の10回のうちのこれこれに違反する者たちには、すべて死刑を宣告し、死を与えなければならないと言っているのです。お察しになるでしょうが、ここには意味上の、翻訳上の繊細な点、決定的な重要な点がいくつかあります。私たちはそれらの点を見ることにしますが、まずプレイヤード版のドルモ訳を引用します。それは第6回をお前は殺してはならないと訳していました。ドイツ語、ルター訳の近代改訂版では、英語、キング・ジェームズ・バージョンでは、Thou shalt not kill となっています。
白木は他の仕方で翻訳しています。死をもたらす、与える、もしくは生を取り除く、二つの方法の間の重大な違いを位置づけるために、それは間もなく見ることにします。さて、神は十回の後、つまりお前を殺してはならないの後で、イスラエルの息子たちに裁きの一覧を改築するようにモーセに規約しますが、規定しますが、これはまさに裁きです。ヘブライ語、ミチパットは、支配、判決、法解釈、公権に関わる単語です。神が自分の民ないし、国民、イスラエルの息子たちに対して規定しているのは、一つの憲法、法権利、解釈、特に刑法、刑法典なのです。フランス語ではこのことはどの翻訳でも、ドロム訳でも、シュラキ訳でも目立たせられていて、裁きとなっています。つまり神がイスラエルの息子たちにそれぞれの裁きを改築するようモーセに命令するときは、次の通りになっています。以下がお前が彼らの前で改築しなければならない裁きである。ドロム。以下がお前が彼らの面前に置かなければならない裁きである。シュラキ。英語では、さてこれらが、お前が彼らの前に置くべき裁きである。です。ドイツ語では次のように本刑に法刑事司法が参照されていることはさらに明示的になっています。これらが、お前が彼らに提示すべき法秩序である。その裁きの中に、この文字通りの刑法典の中に司法による判決を規定するための一連の原則ない規則の中に、まさしく多くの死刑判決、宣告があるのです。神は十戒によって立てられた禁止のいくつかに、それも特にお前を殺してはならないに違反する者に対しては、皆死刑を宣告し、死刑に服させようと文字通り指定しています。私はまずドルムのフランス語訳を引用します。シュラキ訳の方はこのことをより明確に見るために、直に役立てるので、少し遅らせます。神がイスラエルの息子たちに知らしめてよと命令した裁きの中には、次のようなものがあります。私がこれらを選択するのは、ここに死刑が含まれているからです。人間を殴り、その者が死ぬならば、殴った者は誰であれ死なされるだろう。だから待ち構えていたわけではなく、つまり予防していたわけではなく、ということだと思います。エロヒムがその者の手に機会をもたらしたのならば、私はお前にその者が避難できる場を定めるであろう。しかし、ある人間が個人を関係によって殺すべきく襲うならば、お前はそのものを私の祭壇のもとで捕らえ、死なせることができる。自分の父、母を殴る者は死なされるであろう。人間を奪って売り、自分の手元に置いている者は死なされるであろう。自分の父、母を呪う者は死なされるであろう。英語ではやはり先ほどのジェームズ王禁定役ですが、死なされるであろうに相当するのは、She shall be surely put to this. 必ず死に至らされるであろうです。ある人間が隣人を関係に誘って殺すべく奪うならば、お前はそのものを私の祭壇のもとで捕らえ、死なせることができる。という疑似犠牲的なモチーフについては、Thou shalt take him from my altar, that he may die. お前はそのものを私の祭壇から取り、そのものが死ぬようにせよ、となっています。ドイツ語では、やはりルター役の近代改訂版ですが、これこれしかじかをしたものについては、その都度、そのものは死ななければならないとあり、疑似犠牲的貢献のところでは、そのものを私の祭壇から引き剥がし、そのものが死ぬようにしなければならないとあります。では、お前は殺してはならないとイスラエルの息子たちに命令しようとモーセに言い、その直後、間を置かずに引き続いて、しかも見たところでは、指示を変えて、お前はこのような戒律に従わない者を死に委ねなければならない。と命令せよと言うなどということを、神はどのようにして成し得るのか。十戒の倫理から見れば、現行犯にも似た刑法典、法権利を発布するなどということを、神はどのようにして成し得るのか。当然のことながら、私は今のところ、この出エジプト記の第一の極めて初発の例に限定してお話ししますが、それは仮に聖書における死刑なるものを研究し出せば、再現のないセミナルが必要になってしまうからです。
さて お気づきでしょうし、おそらくはすでにお分かりのことでしょうが、これは死刑、法秩序、裁き、死刑を宣告する審判が、お前は殺してはならないで問題になっているのと同じ死を、同じ致死を参照対象としているわけではないということです。この二つの死の間にの違いについて力説すべきです。それは単なる殺害とは権利上他のものであるべきとされる死刑の持つ特有性を見分けるためでもありますし、私たちが研究することにしている死刑廃止運動の近代において、しばしば生命権が人権の一つとして参照されているからでもあります。それ、近代における人権の一つとしての生命権は、聖書のお前は殺してはならないよ、暗に参照しているようにも思えるけれども、それはこの聖書のテキストにおいて絶対的生命権とも、聖書の単なる対立とも関わりのないもの、死を与える二つのやり方の間の区別とまず関わりのあるものを、はみ出している。感化しているのです。その二つのやり方の一方はお前は殺してはならないよって禁止され、他方はモーゼを媒介として神が自分のために口実指令をする刑法典によって指定されているものです。それに単語が同じではない。こう言っておければ神はきちんと単語を選んでいるのであって、シュラキの翻訳を私たちの翻訳関心を引くのはそのためです。シュラキは第6回をお前は殺してはならないではなく、お前は誤殺してはならないと訳しているのです。それはまるで生死の違い、生きるに任せるか生を取り除くかということの違いが重要なわけではなく、党の危害ないし危険の暴力の様態こそ、それが正当化されないという特性こそ、生に加害する者の犯罪性こそが重要なのであって、生を責めること自体が重要なわけではないということをここで想起させるべきだというようなというかのようです。裁きについて、法秩序について言えば、シュラキはこれを最も文字通りに近い仕方で、ヘブライ語における反復に最も近い仕方で、死ぬであろうと訳しています。人間を殴り死ぬならば、殴る者は死ぬであろう。人間が関係によって殺そうと仲間に対して予防するならば、お前は私の祭壇からそのものを取り死なせよ。自分の父、母を殴る者は死ぬであろう。人間を盗んでおり、自分の手元に置いている者は死ぬであろう。自分の父、母を呪う者は死ぬであろう。二つの父の間には全く関係がない。ほとんど関係がないというわけです。両者は互いに非同質的なものなので、一方を廃止しておきながら他方を規定することにも何らの矛盾もないというわけです。お前は誤殺してはならないという意味での、お前は殺してはならないを口にしておいて、ついで誤殺する者は誰あれ死刑にされるべきしと口にし命ずることに何らの矛盾もないというわけです。この論理では、誤殺と死刑の間、法外の誤殺と合法的死刑の間にはいかなる親和性もありません。大事な違いはここでは生死の間にではなく、死を与える仕方の間にあります。一方の死、死刑の方の死が、他方の死、誤殺によって侵害されてしまった法内死、戒律を復旧させる。この神の論理は、そもそもそれに対し死刑に賛成する哲学的言説の中でも最も聖典的な言説に対して、時には文字通り息を吹き入れることでこともあったものです。それらの言説については後でもっと細かく研究でできればと望んでいます。そもそもルネサンスの大思想家、宗教改革の大思想家は皆聖書を参照していました。ユロテウスは明示的な仕方でそうしていました。ホッブズとロックは誤殺者に対する死刑を正当化していました。後にカントもそうすることになりますが、そのことはまた後で見ることにします。ロックの統治理論、第2論には次のようになります。そこで私は政治権力とは次のような権威であるとする。すなわち固有権を統制し保護するために死刑を伴う。そしてまた従ってそれ未満のあらゆる刑罰を伴う法をなす権威であり、党の法を執行し、国家を外国の侵害行為から防衛するために共同体の力を用いる権利である。なお、このすべては公共善のためだけになされる。ルーソーもこれに少なくとも類似はしている論理で、もしかするとただ類似しているだけかもしれませんが、
社会契約論の第一章を押さえて死刑を正当化しています。その極めて美しい複雑な章は後で皆さんと細かく読むことができればと望んでいます。生殺与奪権について取ったされた社会契約論第二部五章ですが、これが主権についての通称の直後に来ているというのはたまたまではありません。ねじれたニュアンス付けられた心配している困惑さえしている立論から次の命題だけを抜粋しておきます。立論においてルソーは次のように死刑に賛成しています。犯罪者に科される死刑はほぼこれと同じ視点から検討することができる。その視点というのは彼がそこに先立って想起させていた国家の視点のことです。その国家の君主が国家にとってお前が死ぬのが好都合だというと市民を死ななければならない。というのも、それまで自分が安寧に生きてきたのはその条件においてであり、また自らの性はもはや自然の恩恵であるだけでなく、国家からの条件付きの恩恵でもあるからだとされます。自分が殺者になったならば死ぬということに人が同意するのは、殺者の犠牲にならないためである。この規約において人は自らの性を思いのままにしているどころか、自らの性を受け合うことしか考えてない。自分が行使されることを、その時に予防している契約者など、一人もいないと想定される。多くの点からして並外れた文言です。それはこの文言が死刑を計算された契約の中に書き込むからでもあります。私はつつがない性、保証された性を持ちたい。したがって私はこの保証を受けるのと引き換えに、自分が他人の性を脅かしたり害してしたりしてしまえば、自らの性の方を失うと約束しなければならない。この合理的かつ契約的な交換、全面的社会契約にして循環的経済はさらに無邪気にも性の保存原則に依拠しています。この保存本能について、ルソーは趣味深さを持って、また同じだけの慎みのなさを持って次のように言っています。いわくそれは推定される。自分が行使されることをその時に予防している契約者など一人もないと推定されるというのです。怪しいというのも、もしそうであれば、もし自分が行使されると、もしくは行使される恐れがあると考える人が一人もいないのであれば、決して誤殺も死刑もないということになるからです。確かにルソーはそれより綿密な表現をしてはいます。というのも彼は自分が行使されることをその時に予防している契約者など一人もいないと推定されると言っているからです。このような推定をどのようなピンセットで、それも何らかの死の欲動をも引き合いに出すことさえなくつまみ上げるべきかを、私たちは素早く見ることにします。この章は社会契約論の苦悩に満ちた興味深い一つだと私は見なしていますが、この章において輸送自身がしているのは、心配して流布を油断、呵責を増やすということだけなのです。いずれこの章に立ち返って皆さんと共に一字一句読む機会があればと望んでいます。この際は、この章はそうするに値しますから。では、死刑原則を維持するまさにその時点において、死に値する殺害者に関する聖書の伝統に外見上は従う形でルソーが印付けているいくつかの流法を、暫定的に表現しておきます。暫定的に図式化しておきます。1、第一の留保。彼は死刑を民法を逃れる権利、実は戦争法に属する権利だとしています。まるで民法には極刑のための場所がないというかのようにです。それが戦争法に属するというのは、社会法を攻撃する悪人は祖国に背くものとなるからです。そのようなものはもはや国家の船員ではなく、ルソーの言葉によれば公敵となる。というのも、そのような敵は道徳上の威嚇ではなく、単なる一人の人間だからである。そのような時、戦争法は敗者を殺す。これは死刑を国内法である民刑法から排斥するやり方であって、さらに言えば戦争法に属するものとしてのみ認めるべく、死刑をアプリよりに廃止するやり方とさえ言えるかもしれません。外政に関する問い、戦争法に関する問いは、社会契約論から排除されている。
悪心犯的に省かれ、結論の最終段落ではいずれ後で扱うものとして先延ばしにされているだけに、近くばかり呼びてしまう私にとってはあまりにも広大な新たな対象についての7行のことです。私は常に最も自分の近くに目を向けるべきだった。これはなおのこと奇妙な身振りです。2、第2の習慣。これは伝統においては未開の身振りなのですが、ルソーは主権の行使から死刑の宣告の行使を、あらゆる刑の宣告の行使をさえも切り離しています。切り離す用意ができています。彼は犯罪者に刑を宣告することは主権者の一般的行為ではなく特殊な行為であるということを認めます。そこでは彼は極めて困惑し、次のように付け加えます。しかし犯罪者に刑を宣告することは特殊な行為であるという人がいるだろう。よろしい。したがってこの刑の宣告は主権者には属さない。それは主権者が授けることはできるが、自ら行使することはできない権利である。私の考えはすべて互いに成り立っているが、すべてを同時に改陳することはできないだろう。3、第3の留保。罪人を立ち直せることに伴い改善することは常にできるのであって、見せしめとしての刑という考え方は正当化されない。これはルソーが見せしめ効果や効果といった死刑に賛成する議論立ての中でも最も必要なものにあらかじめ対立するやり方です。しかしながらこの異議、この留保にもかかわらずルソーは原則上翻訳縮減不可能な危険という事柄については死刑原則を維持しています。そこから改めて導かれるのが公的と戦争法の例です。彼は次のように書いています。何にとって良いものとすることもできない、何にとっても良いものとすることのできない悪人など一人もいない。危険なくしては保存しておくことのできないものを除いては、見せしめのためにでさえ人を死なせる権利はない。これら3つの留保は根本的現実、死刑の正当性を肯定することを得意な仕方で複雑化し、抽象的に規定してルソーを苦悩させるものです。このルソーは最終段落恩赦権、主権者に監督する権利であって、ルソーはこれにはそれほど好意的ではないように思われます。について書いて締めくくっています。つまり彼は主権的恩赦権について書くことで、その段落を締めくくり、生殺与奪権についてという章を、次のような心からの言葉、告白を帯びた署名によって締めくくっています。しかし自分は私は自分の心がつぶやいて、国家の恩赦権に対する意義というのが言外に匂わされている意味です。筆を引き止めるのを感じている。これらの問いは過ちを犯したことはない。決して自らが恩赦を必要としたことのない偉人が討論するに任せよう。ここにあるのは在籍期告白、自らの性を書く署名であり、政治的法的なメダリオンではありません。これは私の考えはすべて互いに成り立っているが、すべてを同時に改善することはできないだろうという挿入説と対照させて考えるべきものです。神は出エジプト期によって殺害者に対する死刑に正当性を付与していますが、それと同様に死刑に正当性を付与する者たちの長い閉じられることのない一覧には、フランスに留まるとしてもデドロとモンテスキーを付け加えることができるでしょう。この歴史にはまた後で立ち返ることにします。デドロは次のように言って言いました。出典が見つからなくなったのですが、いずれわかるでしょう。法が殺害者たちの殺害を命じたということは当然である。モンテスキーはデドロよりも控えめで、法の精神においてなされている死刑になる事例の埋葬もより限定的ではありますが、とはいえ偉大なベッカーリアのような愛し論者だというようなわけではありません。ベッカーリアについてはいずれまたお話ししますが、彼は終身刑を死刑の仮に置くことを欲し、ボルテール、ジフェーソン、ペイン、ラ・ファイエット、そしてロベスピエールをさえ説得することに成功しました。想起させておくべきですが、ロベスピエールは意見を変える前、1791年の刑法典起草の時点では、結局は死刑廃止に成功しなかったとはいえ、廃止論の諸定図を支持したのです。その後、彼はルイ16世を
人間性に反する犯罪者と描写してその死刑執行を請願しましたが、トマス・ペインはこの方針転換が廃止論の理想を裏切るものであると見なしました。はじめは自分とロベスペールは共有していた党の理想です。ただし廃止論の精神がフランス革命から消えてしまったわけではないというのも確かなことです。というのも国民公会はロベスピエロに対する死刑執行後、最終会期に次のように布告したからです。引用しますが、平和の全般的交付の日の日付をもって死刑はフランス共和国において廃止されることになる。共和歴4年、ブリュメール4日。フランスで死刑が廃止されるには、1981年9月から10月です。死刑執行は1977年9月17日から17日から行われていませんでした。2世紀近くもこの日、日付を待たなければならなかったことになります。平和の全般的交付の日の日と日付をもって、2世紀というのは無限の永遠ですが、人類史においては数分の1秒です。すべてであり、かつ無である。私がこれらの例を挙げるのは、ただ、この歴史の曲がりくなった複雑さがいかなるものであるかを初めに少しだけ知っていただくためですが、それはまた とりわけ出エジプト記で10回の次に出てくる裁きの論理の継承ないし伝承をたどるためです。ただし私は冒頭からして一度きり、いくつかの 大的な明白事を想起させておきました。中でも特に、少なくとも外見上は最も粗大にも見える、最も大事である2つのことを想起させておきました。この文脈を離れる前に、この想起を行った一連の場面という文脈を離れる前に、私はなお次のことを注意しておきます。なお、出エジプト記の同じ施設で10回の直後、裁きの前に心を捉えられるあの時点があるということです。おそらく覚えていらっしゃるでしょう。それは極めて刑事的な時点です。その時、民はイスラエルの息子たちが10回の方を聞き、まだ裁きの方は聞いないところですが、イスラエルの息子たちはもう聞きたくないと思っているのです。彼らは神の言うことをもう聞きたくないと思っている。少なくとも彼らはもはや神の言葉に直接耳を貸すことを欲さず、神の言うことをさらに長く聞くことを欲していない。まるで自分たちが最悪のことを予期しているかというようにです。その最悪のことが彼らを待ってもいました。彼らはモーセに、モーセが自分たちと話してくれるようにと要求しています。モーセの言うことならば自分たちは聞くだろうけれども、神の言葉を直接媒介なしに聞けば、党の言葉が自分たちを死なせてしまう恐れがあるからというのです。それはまるで、10回の中でも、お前は殺してはならない、こう神が自分たちに言ったばかりで、そこから神が殺す者は誰であれ死ぬだろう、殺殺する者は誰であれ死をもって処罰されるだろうということを、いわば法的秘訣、崩壊した的秘訣として引き出すより前にあってさえも、神はお前を殺してはならないと言ったすぐ後に、神自身の声で自分たちを死なせてしまう恐れがあるかというかのようです。それはまるで神が殺しを廃止禁止した、まさにその時点において、神の声が不吉なメッセージをもたらし、それによって告知されるのが死の知らせ、脅威、死刑の脅威だということをイスラエルの息子たちが感じ、予感しているかというかのようです。お前は殺しちゃならないという同じ一つの法、倫理的な法が、党の倫理的な法を侵犯する犯罪者に対して法的な法、ないし刑法を、死刑を命じている。彼らは神が殺しようではなく、死刑を発明しようとしているところだと予感している。ユダヤ人たち、イスラエルの息子たちはこの神の言葉に恐怖している。神の言葉は自分たちを先民とし選び、それによって自分たちに対して、自分たちに向けて世界で最初の死刑、人間の大地で最初の死刑の最初の脅威を口にする用意をしようとしている。その時、イスラエルの息子たちを捉えたこの心の推移、この怯えは並外れたものです。彼らには死刑がやってくるところ、死刑が神からやってくるところが見えている。その下りの翻訳を2つ読みます。10回の最後の戒律のすぐ後、出エジプト記の第20章18節です。これはドルム訳です。さて、民は皆、雷鳴と火を、角笛の音と、煙の上がる山を見ていた。民はそれを見て震え、遠くに身を置いた。そこで彼らはモーセに言った。
お前が私たちに語れ、そうすれば私たちは聞こう。まるで彼らが神自身を無媒介な仕方で近くから聞くことができない、もはやできないかというかのようにです。神が私たちと語らないようにしてくれ。私たちは死にかねないから。モーセは民に言った。恐れるな。というのも、エロヒムが来たのはお前たちを試すためであり、お前たちがもはや罪を犯さぬようにエロヒムへの恐れがお前たちの前に置かれるためなのだから。民は遠くに身を置いており、モーセはエロヒムのいる雲の方に進んでいった。ヤーウェはモーセに言った。お前はイスラエルの息子たちに次のように話さなければならない。それからすぐにお裁きの一覧、刑法典と死刑になります。これとは別の集落による訳は次の通りです。民は皆、声の数々を、松明を、ショファール、角笛の声を、煙の上がる山を見る。民は見る、彼らは動いて遠くに身を送る。彼らはモシェに言う、お前が私たちと語れ、私たちは聞こう。まるで彼らはもはや神を聞くことはできないかというかのようにです。殺すなと言った後に自分たちに死の脅威を、あの死刑の脅威を与えようとしている。身のすくむような驚異的な神をです。彼はその死刑を発明しようと予防しているところだというわけです。エロヒムが私たちと語らないようにしてくれ。まるで彼らは私次のように言っているかのようです。この神を黙らせてくれ。神を黙れ。お前はもう私たちに語るのはモーセよ。彼に黙れて。私たちに知らせたいと思っていることをお前に言うだけで満足しろと言ってくれ。私たちが死なないようにエロヒムが私たちと語らないようにしてくれ。モーセを語るために言う。震えるな。そう、エロヒムが来たのはお前たちを試すため。この試すという単語はこの後、アブラハム、イサクの犠牲に出てくるのと同じです。お前たちが過失を犯さぬよう、彼への震えがお前たちの顔にあるようにするためである。民は遠くに身を置いてやる。モシェはエロヒムのいる雲の方に進んでいく。私たちがどこから来ているかを想起してください。私たちをここに導いてきたのは私たちの第一の死刑囚の事例であるギリシャ人ソクラテスだということを想起してください。ところで10回の光景とソクラテスの裁判の光景のような、影も異なる、見たところでは互いに協約不可能な光景の間に類比した仕方で共和している、残響を響かせている全ての音符の中には、次のようなものがあります。偽の神々、悪い神々の崇拝が告発されているということです。一方ではソクラテスが新たな神々を導入したと言って告訴されている。他方ではヤーウェが偶像、石でかたどられた神々、イメージ、銀や黄金で出てきたエロヒムを崇めることの断罪を十戒の中で先立たせ、十戒をそれによって始め、それに続けている。当然のことながら、このような物語をめぐってひしめき合っているような尺義的資源や解釈学的モデルの中には、これを歴史的啓示として解読しようとするものもあるでしょうし、死刑の誕生のような法の誕生に対して偶意的物語的な形式を与える神話として解読するものもあるでしょう。さらには物語には行為と、啓示されたものであるにせよ、神話的なものであるにせよを通じて、絶対的な法の構造自体を偶話めいた物語と化すものとして解読するものもあるでしょう。その絶対的な法とは死刑において基礎づけられ、殺しに対して支払うべき対価の脅威、死刑において基礎づけられ、社会契約ないし国民国家的契約の起源において、あらゆる主権、共同体、系譜、民の起源において基礎づけられているものとしての絶対的な法のことです。私はソクラテスの事例、第一の事例との類比を想起させたところですが、イエスの事例もあることになります。私はその都度事例、キャスと言っていますが、それはこれが第一裁判に関わる、刑法に関わる裁判事例だということを想起させるためです。アメリカの憲法解釈についてはいずれお話しすることになりますが、死刑は国家のこれこれの立法、近々の立法によって打ち立てられ、廃止され、休され、宙づりにされ、再適用されました。特にこの死刑に関するアメリカの憲法解釈の歴史は、法制史においては判例をめぐって区切られています。X 判対 Y 判例というのは、決定、例えばその最高裁判所の決定の日付、法解釈上の権威をなす決定の日付をその都度印付けています。つまり私が事例キャスと言っているのは、この司法的次元とこれらの裁判とを想起させるためですが、またキャスというのは落下のこと、一気に起こる重大な墜落のこと、
頭や背や身体を下に落とす弾頭のことでもあるからです。その身体は地面に、地形台の下に、十字架からかかって落ちる身体、そこに落ちかかる身体です。つまりイエスの事例があることになるのですが、彼に関しても同じ論調をやり直すことができます。それはもちろん宗教的告訴が主権と政治的執行権力によって改めて引き受けられたものだということです。つまりソクラテスとイエスがそうですが、ジャンヌ・ダルクもそうです。1431年、この同じ図式に私たちは何度も立ち返ることになります。知識を執行することのできる政治的主権のために、その政治的主権によってなされる宗教的訴追、宗教と国家の同盟関係ということです。もちろんソクラテス、イエス、ジャンヌ・ダルクという3人は、最初の3人どころでもなく、最後の3人ではなおのことありませんが、象徴的な大人物ではあって、私はこの大人物たちをもって、このセミナールの夜明けに、始める前に始めたいと思うのです。今度はプロテスタントはもはや、というかまだいない。いるのは多かれ少なくから一教徒のギリシャ人、新たな魔物を求めるギリシャ人ソクラテスと、非常にキリスト教徒ではあるけれども、プロテスタントではない女性と、パウロ的なキリスト教より以前のイエスという名の一種のユダヤ人です。4人の、いわば私のムスリムは、イエスの時期とジャンヌ・ダルクの時期の間に来るハルラージュだということもあり得るでしょう。数年前に艦隊について、マシニョンがアブラハムの艦隊と呼んでいたものについてのセミナールで、マニョンのテキスト群を研究していましたが、これ、ハッラージュを4人目にすることで、私たちは再びそれらのテキストと交わりを結べることになります。さて、隊長、イスラムの神秘主義的殉教者、ハッラージュの受難の1914年の序文で、マシニョンは次のことを私たちに想起させます。イスラムのアラブ、ペルシア、トルコ、インド、マレーの新人たちにおける伝説を信じるならば、ハッラージュは酩酊状態になるかのように、私は真人であると叫んだことによって、神の完全な愛人とみなされ、彼は神狂いと呼ばれることになる。公主刑、体刑を伴う公衆を宣告された。これは文字通りキリスト的な言葉です。自分は真理を求めているとしばしば言うソクラテスとは違い、これは自分が単に真理を求めているというだけで良しとするのではなく、自分が真理であるという一人のキリストの言葉です。私は真理である。イエスは4福音書において単に、真理を始終引き合いに出しているだけではない。ヨハネによる福音書で彼はトマスに次のように言っています。第14章、第6節。私は道であり、真理であり、聖である。私を通らずに父に行く者は誰もいない。つまり、ハッラージュはボーガに至るまで酩酊し、私は真理であると叫んだトガで、公主刑を宣告されたわけですが、公主台の上でもこれを叫んだ。真理たる私がここにいるというわけですが、それが偉大なキリスト教徒マシニョンの気に障るということはありませんでした。西暦922年に、これが私にとって重要な点なのですが、ハッラージュがいかにバグダード・アッバース朝の歴史において、法的な宣教によって焚き付けられた政治的な大裁判の犠牲者、この犠牲者というのはマシニョンの単語です、だったかを彼は物語っているのです。政治的な徹頭徹尾、政治神学的なこの裁判は、12イマーム派とスンニ派、ファッキーフたちとスーフィーたちといった当時のイスラエル諸国の全てを対立させました。つまり順番に並べれば、ソクラテス、イエス、ハッラージュ、922年、ジャンヌ・ダルク、1431年です。その都度何らかの神的な聖戦に対する冒涜的侮辱を狙いとする告訴、宗教的基礎があり、その宗教的基礎が主権的政治権力によって取り囲まれ、引き受けられ、受肉され、体内化され、実行され、実施され、適用されている。そして党の主権的政治権力がそのことによって自らの主権を、魂や身体に対する自らの主権的権利を支持し続ける。その主権的政治権力は本当は臣民の精神に対するこの権利。この権力によってこそ自らの主権を定義づける。政治権力として、いや、まずは政治神学的権力としての主権的権力の本質は、死刑を延命し執行する権利としてこのように提示され、表彰されます。もしくは恣意的、主権的に恩赦を与える権利としてです。死刑とは何か、死刑の本質とはどのようなものか、死刑の意味とはどのようなものか、と問いたければ、政治神学的なものの配分、政治と神学をつなぐものとしての主権のこの歴史、
及びこの地平をきちんと復元しなければならないでしょう。それは甚大な歴史であって、私たちが行うのはその全歴史に軽く触れ、垣間見るということに過ぎません。歴史という概念、地平という概念がこれらの死形体の足場を脱構築することに対して抵抗するということさえ確実ではない。足場というのは脱構築すべき構築物、建築物のことであるとともに、自然計算史上、またその地を補助している自然的関連のことでもあります。歴史概念はもしかすると、その可能性自体において、その足場において主権のなす、つまり政治神学的暴力としての主権の可能性のなす、アブラハム的な、キリスト教的な歴史に結びついているのかもしれません。脱構築はもしかすると常に最終的には、肉、断根ロゴス中心主義の脱構築を通じてなされる、死刑のこの歴史的足場の脱構築というか、この死刑台の歴史の脱構築というか、この死刑台の足場としての歴史の脱構築なのかもしれない。脱構築とはこの名で呼ばれている等のものとは、もしかすると、死刑の脱構築のこと、死刑が書き込まれ、指定されているロゴス中心主義、ロゴス・ノモス中心主義的な足場の脱構築のことなのかもしれない。政治神学的権力、暴力という概念は、依然として雑然とした、不明瞭な、相当に不十分なものです。私は4つの偉大な例の中、今しがた覚悟手短に喚起したばかりの4つの偉大なパラダイム的事例の中に、次のような配分が明瞭に、反論しようのない仕方で書き込まれているのを目にしていますが、その配分にもかかわらずです。その配分とは、すなわち宗教的テーマに関わる内容を持つ裁判のことであり、政治的国家的な信仰により、信仰により執行、致死のことであり、神学的なものと政治的なものの間の媒介作用を常に保障している法権利自体のこと、裁きと出エジプト記の法典をはじまりとする法的なもののことです。政治神学的なもの、法的政治的神学的なものという、比較的粗大ではあるけれども、すでに相当に規定されている概念は、私たちに対して際限のない分析を要請することになります。その分析の間、私たちは政治神学的なものが何を言わんとするかを、自分自身がすでに知っているなどと、ついで自分はこれこれの事例に、また死刑と名指される個別の伝承にその一般的概念を適用するだけで良いなどと想定してはならないわけでしょう。そうです。やるべきなのは、もしかすると正反対のことかもしれない。進めるべきなのは反対向きに、政治神学的なものをその可能性において、死刑の方から考えようと試みることなのかもしれない。それで人は、政治神学的なものは何かと問うということです。そして回答は次のように告知されるというわけです。すなわち政治神学的なものとは、死刑が必然的に書き込まれている死刑の体系装置である。死刑のあるところであれば、どこであれ、政治神学的なものがある。再現のないこの分析、この脱構築には、今日、少なくとも非常に予備的な仕方で次の特徴、次の錯綜を引き受けることから着手することができるでしょう。ここで考察される4つの事例には私たちがまだ強調していない別の共通の特徴があります。4つの事例のそれぞれにおいては文脈、宗教、国家構造が似ておらず、互いに極めてかけ離れている。かつてないエルサレム、バグダード、ルーア、それだけにこの共通の特徴はなおのこと注目すべきものです。それは宣告や執行がなされたのが国家理性の名においてではないということ。ここで宗教的権威と同盟関係ないし、共犯関係にある都市や国家の安全の名においてではないということです。威嚇に関わらず、遠因や否認に関わらず、国家の敵を、神の敵を死に至らせたというわけではない。4つの事例のいずれにおいてもなされているのは一つの言葉を死に至らせるということ。自分は神の言葉の政治に他ならないと称する言葉の身体を死に至らせるということなのです。神の言葉に対しては国家的、強権的な神級は、教会と国家の二重権力は双子になった。次になった教会と国家の権力は耳が聞こえないままだった。何も聞きたくなかった。ソクラテス、イエス、ハラージュ、ジャンヌ・ダルクは4人とも詰まるところ、声が聞こえたと、神の声が聞こえたと言い、その点からして自分は真理であると言っていた。イエスとハルラージュは私は真理であると文字通り言っていました。ジャンヌは自分には声が聞こえると文字通り言いました。イエスとハルラージュはこれについて同じ証言をしました。というのも二人とも私は真理であるということで言わんとしていたのは、時として文字通りに私は証人であり、
私は自分よりもお前たちよりも大きな真理、私の内へと、ただし彼方から私の内へとやってくる大きな真理について証言することができるということだったからです。私がこの超越を、より明確にはこの彼方という単語を強調するのは明白な一般的な諸理由からのことですが、より文字通りの、さらに言えば文学的ないくつかの理由からのことでもあります。その理由は後で明確化されるでしょう。彼らを殺すのはもしかすると先ほどお話ししたイスラエルの息子たちと同じく、神の声を直接無媒介な仕方で聞くのが怖いからなのかもしれません。彼らを殺すのはもしかすると彼らが自分は神の声を選んでいると言っていることで、死を運ぶものである。彼らが自分は神の声を運んでいると言っていることで、死を運ぶものであると感じ取られているからなのかもしれません。彼方から語る声の超越とこの証言的な、さらには殉教論的な関係は、イエス・ハルラージュ・ジャンヌの事例ではあまりに明白ですが、ソクラテスにおいても真です。彼は自分は真理の名においてのみ語り通るのだと称しただけでなく、自分の中にデーモン、ダイモン、魔物を帯びているのだ。自分は神の印を受け取っているのだと言っていました。このダイモン、魔物はという単語はギリシャ的、キリスト教的な両化性を帯びていますが、その両化性の全てを踏まえた上で、私たちにとって重要なものです。まずはギリシャ的な両化性です。というのも、ダイモン、魔物というのは神的であるとともに、神、テロスの神性よりは、神のものである、もあるからです。これは死者の魂や蘇る幽霊を意味するとともに、運、特異な運命、一種の運による選択、しばしば悪い意味では不幸、死をも意味します。マタイ、マルコ、ルカによる福音書のギリシャ語におけるキリスト教の言葉遣いでは、ダイモンは悪霊、悪魔的なもの、悪の霊、サタンとして常に悪い意味で捉えられています。つまり、ダイモンの持つ安定しない、曖昧なこの価値には、超越的で成果的な神性のモチーフと、邪悪な悪魔的なもの、邪霊のモチーフが共にある。善と悪が呪われたものと成果可能なものが共にある。この二つの性的価値が、死刑宣告の執行権において、死刑囚の性的な呪われているとともに成果されている継承において姿を見せるところを私たちは絶えず目にすることになります。ここからさ、ソクラテスに立ち返ると、ソクラテスの弁明の名高い一節で、彼もまた普段は自分のダイモン、魔物の声が聞こえていると言っています。その光景はまさにその時点において何が起こっているのか。彼は自分に起こっていること、自分に起こっている事故を自分がどのように解釈しているかを裁判官たちに言うと告知しています。自分の落下、事例、いわば自分の事例、自分の落下の原因となるこの事故です。この事故は驚異的な、奇跡的なことである。この事例において、驚異的な驚くべき並外れた奇跡的なことは何かというと、普段は自分のダイモン、魔物、自分のマシンの戦力、予言力の声が、独占力、予言力の声が自分の中で語り、警告してくれる慣習となっていて、私に語る慣習となっている魔物の予言は、日常的極まる生活の事例に至るまで方向を示してくれるのに、今度は自分が最悪のこと、究極の不幸、最も極端な悪、つまり死にさらされていると思われるにもかかわらず、自分のダイモン、魔物の予言力は黙っている。自分を放っておいているということです。まるでそれは自分が落下するに任せているかというかのようであります。自分の事例、自分の落下、自分の神が、お前は知っている人はならない。審判を受け入れてはならないと自分を引き止めてくれなかったのであれ、くれなかったのであれば、そういうことでもある。ソクラテスは次のように言っています。ところが今朝家から出るときにも神の声は私を引き止めなかった。私が引用しているのは、つまり神のいかなる印も私を引き止めなかった。出廷するときにも自分が言うことにする等のことを先回りして考えながら話している間にもである。この後は続きをお読みになってください。ソクラテスは自分の神もしくは自分の魔物のこの突然の沈黙を解釈し、神が沈黙し放っておき、自分を放っておき、都市国家の方から死を受け入れるべきを自分が語るに任せている理由を解釈しています。あまりに省略的に言えばですが、プラトン哲学は、もしかすると端的な哲学はソクラテスの断罪の時点における
ダイモン、魔物の沈黙にその場を見出すのかもしれません。私はこのソクラテスの神の沈黙を裁きという刑法の定めが打ち立てられている時点において、イスラエルの息子たちがもはやヤーウェの言うことを聞かず、ただその人間の媒介者であるモーセの言うことだけを聞くことを要求する光景と比較することはしませんが、これではそうしたいという誘惑も力強くなるというものです。さて、このように想起させることで、私が解き放棄したいと思っているのは、私たちの話題にしている政治神学的構造において、このハイフンの特徴において、政治神学的なものの同盟関係は非政治神学的なものや政治無神学的なものにこうして作られているというわけではないということです。その同盟関係は単に敵対的、対立的、弁証法的な光景において神学的でも政治的でもないような何者かに対立されているというわけではない。その同盟関係は一方か他方で、もしくは両方ともで、一つの超越への参照を最内在化しようとします。それにあたって死刑囚たち、4人の死刑囚たちに対して次のように通告します。すなわち、お前は神の言葉を運ぶものだという権利を持たない。お前は犯罪を犯している。お前は彼方からやってくる声が聞こえると称することで犠牲し冒涜している。お前を地上へと連れ戻し、都市国家の法、教会の法、聖職者の法、あるいはもしくは地上の組織、政治内し国家というのはこれです、の法へと連れ戻さなければならないというわけです。もしくは同じことになりますが、超越の最内在化にあたって次のように告訴します。超越的な達することのできないものにとどまるべき叱る時間の彼方と無媒介かつ個人的な接触を持つと称することで、お前は特性、冒涜、乱用、犠牲、帰郷をしている。教会サンヘドリン、もしくはギリシャの司祭、もしくは夜間会議が、その達することのできないことの、達することのできないということの番人にして唯一の保証者なのだというわけです。つまり、この断罪は超越の名においてなされるとともに、こうしてもなされている。この錯綜には次のような効果があります。4つの事例において断罪されているもの、政治神学的に断罪されていると同じと見えるものは、非政治神学的なものではなく、また別の政治神学だということです。その別の政治神学は、4人の死刑囚によってあからさまに拘束され、もしくは告知され、もしくは要求され、実証されている。4人とも政治神学的かつ非政治的なメッセージを、別のメッセージをも持っている。すべての犯罪に対して死刑を廃止していたのが、58カ国だけだった10年前の1989年とは違い、死刑を終わらせた国が105カ国と過半数になっている。死刑を適用している国がまだ72カ国あるとはいえ、今日という時点において、諸教会、キリスト教諸教会、カトリックの教会の立場が、これこれの神経によって代表されるところによって、いかに容疑的なものというか矛盾に満ちたものとなっているか、私たちは後で見ることにします。例えば、1991年にキリスト教会理事会は死刑に対する敵意を表明していますが、教皇の署名した普遍教理の方は、極度に重大な事例と呼ばれるものにては死刑を正当化しています。法典においてこの教理は伝統に従っています。その伝統を図示している人は多くいますが、悪名を高いのがトマス・アキナスです。彼は異端者に対する死刑の雄弁な熱烈な支持者でした。異端者というのは信仰の偽金作りであって、偽金作り一般が世俗の君主によって死刑に処せられるのと同様、異端者もまた正しく殺されるのでなければならないというのです。4人とも神学的かつ政治的なメッセージを、また別のメッセージを持っていると私は言いました。そして補足的錯綜になりますが、このまたも別のメッセージなるものの本質的部分を、このように開かれた歴史、すでに区切られた歴史の中、死刑の文化的、政治的、法的、宗教的な全歴史の中に、私たちは改めて見出すことになります。私たちはこれを両側から改めて見出すことになります。非常に早い時期に、ついで全く他の仕方で近代によって死刑にこうして戦った者たちの側からも、死刑原則を維持した者たちの側からもです。時としては、ただ原則だけを維持したということもあるし、合わせて最も残酷な実行を維持したということもあります。これでは私たちの読解、解釈、仕事は単純化されることはないでしょう。しかし、私たちがここにいるのは単純化するためではありません。本質的な決定的なことなので、想起させておくことをお許しいただきたいのですが、私たちは法廷にいるわけでも、証人席にいるわけでも、礼拝の場にいるわけでも、議会にいるわけでも、書かれた雑誌の中にいるわけでも、ラジオやテレビの
報道番組の中にいるわけでもありません。私たちは真の劇場にいるわけでもない。それらの場全てを排除すること、例外なくそれらの場全てから外に出ること、それが死刑を考えるにあたっての第一の条件です。つまりそこで何かを変えられればと望むにあたっての第一の条件です。